2015年ヨーロッパフィギュアスケート選手権は2015年にスウェーデンで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟によるヨーロッパ各国の選手を対象とした選手権大会である2014から2015年シーズンのヨーロッパフィギュアスケート選手権。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス種目が 2015年1月26日から2月1日にかけてスウェーデンストックホルムのエリクソングローブアリーナで開催された。スウェーデンでの開催は2003年大会以来12年ぶりである。男子シングルではハビエル・フェルナンデスが3連覇を達成。男子シングルでの3連覇はアレクサンドル・ファデーエフ以来26年ぶりのことである。女子シングルでは エリザベータとクタミシェワが初優勝。ロシアはこの種目で13年ぶり5度目の表彰台を独占した。ペアでは川口優子、アレクサンドルスミルノフ組が5年ぶり2度目の優勝。ロシアはこの種目で2年連続5度目の表彰台独占。アイスダンスではガブリエラ・パパダキス、ギヨーム・シゼロン組が初優勝した。国際スケート連盟に加盟するヨーロッパ各国の フィギュアスケート統括団体に対し出場枠が与えられ、前回大会の結果により、種目ごとに1名から3名と決められた。複数の出場枠が与えられた国は以下の通り、出場のために最低技術点が設定されており、当該シーズンと前シーズンの国際スケート連盟の主催する大会で、ショートプログラムとフリースケーティングの両方で、クリアしていなければ出場ができない。 男子シングル女子、シングルペアアイスダンス各競技の上位成績者には以下の賞金が与えられる。また、エキシビション出演者には以下の賞金が与えられる。コミュニケーションナンバー1876、ありがとうございます。